私からか。私なんで。そうね。グミ部。どうも、グミ部でございます。ガオ。どうも、ライオンキングでございます。いや、グミ部だろ。はい、ということで、いつものこれのギャグから始まるということで、はい、グミ部の撮影が始まりました。はい。はい、2回目です。はい。ありがとうございます。お。新しい期間限定です。いただきます。いただきます。いただきます。いちごめっちゃ好きなんですよね。グミチャート3。え、これさ、なんかちょっと撮影期間空いてから下手になってない。 YouTube が美味しい。いちごの果汁の味がしてジューシーです、うん、やっぱ果汁グミ一番好きです。嘘っぽくないから一緒に言うと。そういえばさっきその果汁グミをレジーナ戦でちょっと負けてしまったんですけど、それは完成ということで、あのレジーナ戦で皆さんにプレゼントした時のなんか動画というかがちょっと届いているので、あ、そうなんです。ちょっと一緒に見てみましょう。はい。グミブ。今日なんで来ようと思ったんですか。違う男の子の選手が好きだから見に来ました。どのグミが好きか聞いてみた。ブレーザー頑張れ。ありがとう。ありがとう。知ってます。見てますか。たまにしてます。見てまだ2回しか2回しか1回じゃまだ。なんでグミ部を始めたんですか。なんで始めたの。グミが好きです。答え正解。練習の時も寒いかもしれないから暖かくして頑張ってください。ありがとう。なんでグミが好きになったんですか。グミ部最高。最高。8歳の田辺俊斗です。グミのどういうところが好きなんですか。サッカーやってるんですけど、全然シュートしても脚力が全然なくて入らなかったりするんですけど、どうしたら脚力が上がってシュートが入るようになりますか。練習すればするほど上手くなることだと思うから、その自分に合った蹴り方とかを見つけるのがいいと思います。参考にさせていただきます。参考にします。ディフェンスなのに。であとグミの質問っていうか来てましたけど、なんでグミ好きになったんですか。なんで。自分結構ちっちゃい頃からなんかお菓子いっぱいあるじゃないですか、ラムネとかチョコとか、絶対グミだったかも。なんかちっちゃい頃ってさ、スーパー行ったらさ、なんか1個だけ買っていいよって言われない。ああ、わかるわかる。それ結構あのグミ買ってた。自分もグミだったか。自分もグミだった。なんだっけ。何のグミが好きですか。果汁グミの弾力プラスです。ゆうじさん聞いてますか。自分ラムネアップが好き。硬いやつね。これからも頑張ろうね、グミ部。グミしか勝たん。グミブ。さて、なんと今回は入部希望者が来てくれることになりました。おお、やっぱグミ入りたいの。グミ食べたいだけじゃない。皆さんで作ったグミ部の入会条件覚えてますか。もちろんですよね。グミの愛を語る面接する。一緒じゃない。一緒だね。あ、一緒だね。面接する。グミを常に持ってる。うちらの知らないグミを紹介する。ああ、その3つです。前の動画で3人があとは面接だけって言ってたんで、他の2つはクリアしているということで、今日はあの方の面接をやってもらおうと思います。それではお入りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう来たよ、結構え大物が来た。大物がとりあえず座らせてあげる。あ、そっか。あ、どうぞ。失礼します。グミブ。
面接を始めます。お名前は？岩清水あずさです。年齢は？1986年10月14日生まれ36歳です。志望動機をちゃんと海部 の、 あの YouTube 見てきました。ありがとうございます。結構面白いなと思いまして、その中で私の名前も出してくださいましたし、まあ、みんなより先にグミ食べてるんで、まあ、それは絶対そう。グミ歴も長いのかなっていうのも思いましたし、先輩がそんなことない、そんなことないです。皆さんの方が先に入ってるんで、あの仲間に入れてくれないかなちょっと仲間入りたいなみたいな気持ちでちょっと来た次第でございます。はい、あとですね、あの私子供がいるんですね。あ、そうなんですか。大塚さんになる子供がいるんですけど、子供もすごいやるグミ好きで、ちょっと決定的になる動画を持ってるんで、後で見てもらって、多分これ見たら採用してくれるんじゃないかと思うんですけど息子の力がグミ部、じゃあ質問を。グミの愛的だ、あ、聞いとこ。あ、じゃあ出身はどこですか？出身は岩手県。岩手県、はい、何が分かるの出身で。グミ部、一つ気になることがあるんですけど、あ、これはちょっとこちらの話なんですけど、噂によるとかなりのバカしてた。何でも美味しいって言ったんですよね。いっぱい食べてるけど何食べてるか分かんないみたいな。もう何が分かるここだとばかりなんだよね。もう一つですか、何のグミが一番好きなんですかね。ですね、結構全部好き。あやっぱりやっぱりその中でも意外と酸っぱいのが好きっていう、うん、最近ですね、あのメイズさんでしたよね。あ、はい、よく、あのメイズさんで昔からヨーグレット好きだったんですよ。すっごい好きですごい食べたんですけど、ちょっとココーラであのグミの方かっていうのをちゃんと仕入れて、それめっちゃ好きで、それもちょっともらいたいすんのかなそれだグミブー、あれよかったら動画見てもらって、あ、じゃあ一つの材料に材料だと思うんですけど、はい、みんな拍手して、はい、じゃあ、1枚、はい、
オッケーです。ではあと大好きなヨーグルトジェッチマン、ありがとうございます。さっきコンビニで買いました。2個目です。今日2個目、今日2個目です。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、クリーンしたからね。はい、オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。次の撮影からかな、参加ですね。参加ということで、新メンバーが増えることで嬉しいですね。嬉しいですね。と頑張ってね。頑張っていこうね。グミブーということで、はい、新メンバーが決まりましたね。これからどんどん増えていって、ちょっと巨大化していきたくないですか。そうだ、どんどん。あと実は朝ロッカールームにいた時にもう一人面接を受けたいという人がいたんですよ。ん、誰？じゃあもう入ってもらいます。どうぞ。モモカもグミが好きって言ってたんで連れてきちゃいました。じゃあグミはみんなより好きです。え、本当？でもさ、グミじゃなくてチョコも好きでしょ。あ、もう何でも食べる。何でも食べてんの。グミでもチョコでも好きです。チョコも、それってでもグミ部っていうか、お菓子、お菓子が好きなだけ。お菓子部じゃん、ね、え、グミ部入りたいの。え、なんだ。良いお年を。カモハッピーニューイヤー。